ラケチョ画面。画面の前の皆さん、こんにちは。童貞悪魔アラキタ仮面の中の人です。今日は仮面を外して久しぶりに本気モード、ガチモードでちょっとね、挑戦をしていこうと思っています。皆さんもご存知の通り、仮面をしていると深呼吸ができない、パフォーマンスをフルに発揮できないということで、今回はアラキタ仮面の中の人、仮面を外してプライベートトレーニングです。いつものヒルクライム練習場でストラバの区間記録、キングオブマウンテンを狙っていこうと企んでいます。アイキ、ビアンキ、オルトレ XR3 ディスク、緑川花ちゃんの真の性能をお見せできると思います。それではいっちゃいまーショータイム。そして今回はアラキタ仮面の中の人が得意とするアウター発足で挑戦したいと思います。おっと、前方のトラックブレーキランプがついた。アラキタ仮面の中の人もペダルを緩めてフルブレーキング。ディスクブレーキの制動力半端ないです。結構いいペースで走ってたんだけど、ブレーキングしたからキングオブマウンテンは取れなかっただろうな。続いて第2ラウンド突入です。大通りの自転車通行帯に出る際は、車がいなくなったのを確認して、そして後方の安全を確認して自転車通行帯に進入しましょう。それでは後方の安全を確認して第2ラウンドいっちゃいまーショータイム。前方の信号が赤です。時速48キロからフルブレーキング、ぴったりと停止線で止まることができました。さすがディスクブレーキ、いいんじゃない。結構足に来ちゃってますが、間髪入れず第3ラウンドいっちゃいまーショータイム。やっぱり超本気のアタックを2回連続でやった後だから、もうかなり速度が落ちてますね。記録更新ならず。そんなわけでお腹が減ってしまったので、ネアポリスでフルーツサンドをいただきに行っちゃいまーショータイム。今さら気づいたんですが、ビアンキ、ビアニのネセブン、ビアンカちゃんと比べると、もう数秒タイムが縮んでいる。まあ、それだけで、このアラキタ仮面の中の人5万円ずです。そして絶品フルーツサンドを食べてもっと幸せになりたいな。はい、そんなわけでトレーニングを終えて風光明媚なネアポリスへ到着したアラキタ仮面の中の人、今日はどうしようかな。やっぱりいつものフルーツサンドいただいちゃおうかな。テイクアウトナンバーは奇数の3番、いいんじゃない。さあ、職場の近くまでテイクアウトしてエナジーチャージ完了。これから仕事に戻らなくてはいけないので、仕事が終わったらもう一度キングオブマウンテンを狙ってトレーニングしていこうと思います。アラキタ仮面。はい、そんなわけでアラキタ仮面の中の人、仕事を終えてヒルクライム練習場戻ってきました。今夜もアウター発足スプリントクライムトレーニングいっちゃいまーショータイム。
今の走りかなり手応えがあった。ひょっとしたらキングオブマウンテン狙えたのかな。期待が膨らむマンドリル、いいんじゃない。仕事で疲れているので締めのラストアタックいっちゃいま、ショータイム。なるほど、荒北仮面の中の人のヒルクライム練習場、勾配は 5% なんだね、覚えとこう。なんやかんやで仮面を外して荒北仮面の中の人、本気の超本気のアタック、結構手応えあったからひょっとしたらキングオブマウンテン狙えてるのかななんてちょっとね期待してます。今夜のトレーニング無駄にしないようにね、セブンイレブンでサバスのヨーグルトドリンクでも飲んじゃおうかな。そして帰宅後ストラバの区間記録を見たんですが、なんとキングオブマウンテン逃してしまいました。最強のカーボンロードバイクビアンキオルトレ XR3 を手に入れたとはいえ、まだまだ修行が足りないマンドリルです。本気と書いてマジと読む荒北仮面の中の人の仮面を脱いでスプリントクライム楽しんでもらえましたか。もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリル。それでは皆さんに良きサイクリングライフが訪れること、この荒北仮面の中の人心から願っております。またお会いしましょう。アリーベ・デルチ。あんたのエリンギだけは許さないから。僕のエリンギですか。きっちりけじめは取らせてもらうわ。俺のエリンギもここまでか。